スプーン。はい、始まりました。MSSP によるリトルナー攻略実況の時間だ。みんな元気にしてたかな。今回もやってまいりましょう。私が FB37 です。キックマックスです。アルモットです。エです。はい、今回は何をしますかと言いますと、何ですか。ギルドバトルやってみたー。イエーイ。ギルバト。はい、ギルバトですね。はい、まあ何を隠そう、やっぱりね、ギルバトというのはですね、うん、まあギルドというシステム、はい、リトルナー内において、ギルドというシステム内において、うん、非常に重要な中ばっかだった今。確かに中ばっかだな。どんどん入っていくに従って、やっぱりギルドバトルというのは非常に重要なシステムですので、うん、今回はちょっとそれについてやっぱり、取っていこうということです。取っていく、そう、取り立たさせていく。はい、わかりました。わかりました。注目しろってことですね。わか、はい、りました。はい、はいはい、で、ですね、うん、まあ今回はですね、何を隠そう、僕らのギルド、はい、MSSB ビザ食べたぜでの、うん、ギル戦の様子を、はい、ですね、まあ何を隠そうですね、うん、僕らが何話ぐらいか、2、3話ぐらいで作ったギルド、うんうん、そうだね、結構前だね、うん、そうですね、ほんと適当に作って、うん、放置していたら、うん、いつの間にか50人来ていたという、うん、50人入っていたというね、はい、びっくりなんですけども、はい、その後ギルドバトルも活発に行われてまして、はい、僕らもね、ギルドバトルに参加してね、皆さんに結構お世話になってますので、はい、はい、ちょっとね、今回はその様子もお伝えしながら、やっていきたいと思います。イエーイ。じゃあ早速やっていきましょう。おっ、はい、というわけで、早速ギルドバトルについて、ご説明していきましょう。お、はい、ギルドバトルのページへはですね、このバトル、左下のバトルページから、見て、うん、その上、うん、ラッテが戦ってる絵から、うん、はいはいはい、行くことができます。おお、はい、うちのね、MSSP ビザ食べたつもね、うん、今は50人を抱える大ギルドですね。大ギルドになって、しかも、ね、でかくなったもんだな、初代も、ね、ギルドバトルも活発に行っている状況ですので、はい、ぜひ皆さんね、うん、空きができましたら入ってみてください。もう出入り自由なので、皆さん本当お世話になっております。自由ギルド戦で、はい、よろしくお願いします。はい、というわけで、はい、じゃあちょっとこれがギルド戦のページなんですけども、はいはい、ギルドバトルはですね、準備日と戦闘日に分かれてまして、うん、準備日、戦闘日ともに1日ずつあります。もう1日ずつ、はい、相手とマッチングしたら1日の準備期間、その準備期間で、フレンドや援軍の設定をしまして、うん、そして戦闘日を迎えたら、実際に攻撃して、うん、勝敗を決めるという形になっております。うん、でですね、どういう風に勝敗を決めるかと言いますと、うん、はい、下にですね、うん、こちら、86と47って書いてあるんですよ。書いてますね、ゲージみたいなのがある、はいはい、これがメダルの数なんですよ、試作した、うんうん、はい、なのでこのメダル、取得した数が一番多い方が勝ちということですね。はいはいはい、現在はですね、86個のメダルを、うちのギルドが獲得している状況になりますね。うん、ってことは有利ってことですね、今のは。そうです、はい、ただまだ、4時間半ぐらいありますので、うん、まあ、その時間に逆転されちゃうかも。なるほどね。はい、で、メダルを獲得する基準に関してはもう対人戦と同じです、うんうん、はい、で、こういう風にだから、まあ、コアシンボルを壊せば銀で、うん、全部破壊できれば、金という形になりますね。うんうん、で、普通の対人戦と比べてちょっと魅力的なのが報酬ですね。うん、報酬、はい、まあ、これコアレベル9の方なんですけども、うんうん、大体そのぐらいの方を攻撃すれば73万のマナと42万のゴールが手に入るんです。勝てないですけど、はい、これはですね、対人戦と比べても非常に多いよね。そうだね、はい、なので、ぜひね、うん、やっぱ勝利を狙ってみてくださいと。なるほど。ただまあ、ですね、メダルをね、獲得してるとこを攻撃しても、さ、う、ら、ん、なるメダルを獲得することはできないんです。できない。例えば銅を獲得してたら、うん、銀金は獲得できますけど、うんうん、銅の場合は、その攻撃が、勝っても意味がなかったことになってしまう。はいはい、はい、はい。できればやっぱメダルがないところ、まだ獲得してないところを攻撃するのがやっぱりその勝利への道ですね。ああ、なるほど。となっておりますね。うん、はい、それとですね、うん、結構重要なこととして、うん、攻撃は2回までしかできません。はいはい、そう、しかも、うん、2回攻撃するにあたってパーティーは、うん、使えるユニットは1回のみです。つまり、うん、2つのパーティーを、うん、作って、そのパーティーは1回ずつしか使えないということですね。
なるほど、ギルドバトルに。じゃあ1回のバトルでめっちゃ強い編成しちゃうと、はい、もう残りが弱くなっちゃうんだ。そういうことです ね。ただ、ですね、僕の個人的な考えとしては、1軍2軍と分ける感じで、ですね、やった方が、相手のコアシンボルを、例えばレベルが高いところとレベルが低いところどっちも 100% 取れるようなユニット編成でいった方が、まあ結果的にメダルを6個、まあ、最高で6個取れるんですけども個人的に、まあそういうパターンが多くなってきますので、下手に、戦力を分散させるよりもそっちの方がいいんじゃないかなと個人的には思ってますね。なるほど、はい。なのでちょっと実際に組んでみましょうか、はいはい、なので僕のちょっと一軍としてはですね、そうだな、まあ、キングを入れまして、キング、はい、でまあレジェンドライオネルで、ライオネル、まあ、レジェンド、まあまあ、あとは基本的にもう空軍ですね。ワイバーン、前のワイバーン、前のワイバーン、前のワイバーンを2枠置いた、もう1枠ダブルワイバーン、こっちですね、こっち、マックスワイバーンがいて、マックスワイバーンで、あ、クレリーは僕2枠いて、いや最近ね、まあ、SSR になったクレリーさんが非常にやっぱ強力ですね。まあ、こういうパーティーがちょっと今僕の中での最強パーティーかな。なるほど、まあ2回バトルするから、はい、Y 版とか2つユニットあるじゃないですか、はい、それを1個出して次に出すっていうのもありってことですね。もちろんありです、うん、はい、はい、でもう1枠はまあ大体コアレベル7ぐらいの方から、金取れるような、うん、で例えばブロッカーさんとまあですね、まあ初音さんは入れますかな、はいはいはい、で SSR のノバーチェとか、うん、あミネとかもですね、うん、でちょっと攻撃のユニット欲しいのでヒルで、うんうん、で、ああいいですね、今流行りのちょっと B さんとかね、はい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 、はい、まあこういうパーティーだったらまあ金を狙えるかなっていうパーティー、うん、まあ、こういうふうに、例えば、うん、こっちは1軍はもうレベル90を狙っていく、うんうん、でこっちは7、8あたりを頑張って狙っていくというパーティーに分けるのが個人的にはいいかな、うん、と思います。ほうほうほう、はい。でですね、ギルドバトルにおいてですね、うん、非常に重要なことがもう一点あります。なんすか。防衛です。防衛、はい、やっぱ相手からメダルを取られないようにすることが非常に重要です。なるほど、はい。ですね、防衛に関してはですね、実はですね、普段の、うん、箱舟のレイアウトとは別にギルドバトル配置で別に設定することができます、うん、なので、まあ、うん、普段の対人戦とは、別にギルドバトル配置はもう絶対にコアシンボルとか攻撃されないような配置にしておくとか、そういう、ですね、まあ、ちょっと違いも出てくると思います。なるほど、目的が違うからそれに合った配置をしなきゃいけない。そう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 、なので、ちょっとこれも活用してみてください、はい、でですね、重要なのがですね、うん、レベルが高くなってくると、うん、兵器に属性をつけることができます、はいはい、でこの属性非常に重要です、うんうん、はい、で重要なんですけども、うん、ギルドバトル準備日のうちに属性を設定しておかないと、うん、で属性設定すると1日しか持たないので、うん、はいはい、準備日に設定しておかないと戦闘日になって、うん、この属性が適用されてないっていうことです。なら戦闘日になって急いでじゃあ設定しなきゃって言ってもダメですもん、うんうん、なるほど、はい、なので忘れずに準備日のうちから、うん、属性を設定しておきましょう、うん、これね、うん、設定をしておくか置かないかでだいぶね、うん、やっぱりその戦闘日においてメダルを取られる確率が、うん、防衛力が変わると変わりますね、じゃあ新しいギルド戦の準備日のたびに設定し直して、うん、その準備をすると。そうですね、そうですね、はい、まさしく準備ですね。もうもうのまさしくとは。で、ご安心いただきたいのはですね、はい、こちら連射砲、うん、はい、こちらの速射砲ですね速射砲、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 めっちゃでかく書いてます。連速射砲です。速射砲ですね、はい、ですね、弾実は込めなきゃいけません、うん、おいつもなら気持ちただギルドバトルにおいては弾は常に補充されている状態だ、みんな安心してくれよな。なるほど、キャラ変わったぞ、うん、はい、というわけで、うん、説明が長くなってきましたけども、うんうん、最後に報酬について一つご説明させてください。知りたい知りたい報酬、うんうん、はい、ですね、報酬はですね、実はですね、うん、大きく分けて3つあるんですよね。3つ、はい、はい、これですね、うん、プレイヤー報酬クリスタル、うん、
資源、うん、資源は先ほどのね、あの70万とか載ってたりとかありますね。はい。で、勝利報酬もあります。うん、はい。で、まあ、勝利した時にもらえる報酬ですね。うん、はい。で、受け取るページがですね、ちょっとね、変わってきまして、うん、ここでですね、受け取り済みってあるでしょ。ああ、ほんとだ。ここでまず受け取る、報酬と、うん、で、このギルドの、施設から受け取る報酬もあるんですよ。うん、だから、その2つをね、忘れないように。はい。もったいないですからね。うん。忘れちゃう。うん。で、クリスタルに関してなんですけども、うん、非常に強力なキャラクターからもらえます。そうなんですか。非常に強力なキャラクターからもらえます。はい。はい。見てみましょう、ちょっとユニット。はい、プレイヤー報酬、クリスタル。うん。はい。例えば、コアシンボルレベル10の方から3つの金を、もし取ることができた場合、お金のクリスタル2つ。おぉ。とか、まあ、あとは、まあ、なんとか頑張ってレベル8の人方、うん一方、うん、まあ3つの金を取ることができれば、金と、青クリスタル3つの金3つの金3つの、メダルです、うん、はい、はい、でですね出る内容はこちらですね、うん金のクリスタルからはヒルデとキングとワイバーンワイのワイバーンももらえちゃうわけそうしかも青のクリスタルからも非常に強力なキャラクターが出てきます、うん、はいはいはい、はいなので、ギルドバトルをやるってことは非常にね、プレイヤーの強さ、うん強化にもつながりますので、はいはいぜひともね、金のクリスタル、青のクリスタル狙って皆さんも頑張ってみてください、うん、はい、では、いろいろご説明しましたけども、うん、まあ、やってみなきゃ分かんないよねもちろんギルドバトルを、まあ、基本は対人戦と変わらないので、うんうん、はい、そこはご安心ください、はい、はいで、偵察とかすれば、うん、あ相手さんの箱骨が見えますので、うんうんそちらの方でちょっと見てみまして、うん、はい偵察してさあどんな箱骨が、この方はレベル10ですねレベル10、うん、はい壊れてる10でこういう感じの、まあ、迷路型だねそうですね金の壁がで、まあ速射砲のレベルも結構高いので怖いですが、うん、まあ僕のパーティーあの空軍が多いので、なるほど。まず敵のね、敵さんのね、ちょっと防空の施設を見て、うん、防空の施設はそんなにレベルが高くないので、うん、いけそう。いけるんじゃないかなと、うん。お、じゃあ行ってみてください。ちょっと行っちゃいますか、じゃあ。はい。お願いします。はい、では行きます。さあ、緊張ですね。さあでですね、味方のユニットさんはできればワイバーンがいないやっぱりワイバーンがおっいたおいいねじゃあ3ワイバーンでいきたいと思います3ワイバーンわー豪華だなまずここら辺にキングを出して、うん、手前の対空砲を破壊したいと思います、うんはいはい、まず一箇所ねそうですねまずノアが戦ってるあノアよし相手さんのノアを倒しましたね、うん、いいねでまあおそらくですが、援軍施設、フレンドとギルド施設がちょっと怖いんですよやっぱアマリーさん出てきたらまずいのでなるほどねもうそこで破壊しちゃおうと思いますよしで対空施設も1個まとめて破壊できたただ、キングが飛んでやられたかなやられてるね、うん、やられてるねただもう正直相手さんの防衛、うん、あれが一つしかないのでそうだね、左下の方からパッていっちゃうかなおいっちゃうかなーっちゃっていけ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 すげえ、ワイバーンだあくれ出るワイバーン空襲だあとはね、罠次第ですね、正直で、まあ地上からは迷路型なんでおそらく若干ライオン、レジェンドライオンさんもか活躍できるかなと思いますねはいはいはい一回的にやつ全部出し切ったねライオンの数が多いからねそうですねもうあとは待つだけだなそうそう、速射砲もね、ライオンさんに向いてくれればうん若干いいね、速射砲を壊してくれよし、壊したな、多分どうしたよし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 、いいぞ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 これはかなりもう迫っちゃった壊しシンボルも壊せそうだな、はい、よし、壊したおさあただまだあの厄介な
うん、窓砲も壊してるからいけるかな、もうこのまんま勢いで速射砲頑張って、いいね、これはいけるね。昨日も体育移設も全くないですね、うん、これはもう勝ったんじゃないですか、おそらく。まあレジェンドライオネスの全員投入という非常に、ね、リッチな戦い方ですから。リッチ、はい。あと左の方にも何かあった、あれかは四隅にあるそうだな。四隅にありますが、もう破壊済み。破壊済みですね。こちらも破壊した。あと左上。オッケー！メダル3つゲット！そうですね。やっぱりね、こういうね、やっぱレベルの高い方から、うん、メダルを3つ獲得していくっていうのがやっぱり勝利の秘訣なので、うん、皆さんぜひ、目指してみてください。イエス！はい、というわけで、今回はね、ギルドバトルについて割と真面目に、ご説明したんですけど、真面目だったね。はい、まあギルドバトルね、やっぱりね、うん、何よりも報酬がすごい。うん、本当に対人戦も非常に報酬は多いんですけども、それに比べてもうわうわなんですよね。うわ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 なんですよ。いいですね。ゆうさん、うわうわなんですよ。わかったわかったわったから、うわうわなんですよね。うわ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 だわかったから、触んなよ。理不尽なんだこいつは。はい、なので皆さんもぜひ、ギルドバトル、うん、参加してみてください。はい、楽しんでね。はい、というわけでじゃあ今回はこんな感じで、全世界のみんな、バーイ、バイバーイ。うはうは。ピッチャーキックン、バッターエフミ、ストライク。おかしいだろうな。おかしいだろうな。おかしいだろうな。審判に立てつくのか。そうだ。MSP は YouTube のチャンネルをやっておりまして、そちらの登録はこちら。そしてニコニコのチャンネルはこちら。で、スマホからご覧の方はこちらの方から。もっと下、もっと下の方からよろしくお願いします。お願いします。